まだ選挙まで、まあ、あんのにこんなとこでマイクでわーわー言うてすいません。今紹介していただきました赤田千佳子と言います。自分でもまだびっくりしてるんですけども、来年の4月の統一地方選挙にここ山科から府議会議員を目指して出馬することを決めました。すいません、よろしくお願いします。あの赤田はこいつ誰やねんと思ったはる方も多いと思いますので、簡単に自己紹介、いつもねこれね私言いたいこといっぱいありすぎて自己紹介するのを忘れるんで、あの今日こそ自己紹介をしようと思って、あの、はい、何をしてる人かと言いますと、普段は、大学でものを教えながら、教育福祉、子ども福祉の現場で働いている人間です。児童自立支援施設っていうところで働いてます。で、私現場がめっちゃ好きで、ちょっとしんどい子どもたちとかが超好きで、でもあちこち転々とはしてるんですけど、20年ぐらいこの現場でうろうろしてきました。で、ほんまやったら、まあ、こんなとこでこんなこと言うのもどうか思うんですけど、ずっと現場に降りたかったです。そのぐらい現場が好きでした。で、周りのみんなもそう思ってたみたいで、私が選挙とかでわーわー言い始めたら、なんなん、あんたそんな政治のこと好きな、現場はどうしたんや、時々言われます。ちゃうんですよ、現場に降りたいからこそ政治に口を出さざるを得なくなってきた。で、まあ例えば今これ聞いてくれてはる皆さんでも、病気をしたことがある人とか仕事を失ったことがある人とかは分からはると思うんですけど、そういうちょっと人とは違うしんどい立場になってみると、あっという間に社会からなんかヒューって置き去りにされる感じあるじゃないですか。でも私そういう子供ばっかり専門にしてきたんですけど、そしたらね、20年現場におってほんまに思ったのは、どんどんしんどなっていったってことなんですよ。私がちゃいますよ、いや私もしんどかったけど、なんか社会がしんどなっていった。で、まずものすごいあからさまな話、予算が減りました。私らの給料が減りました。で、まあ私はお金大好きなんで、あのあれなんですけど、でもね、お金ってね、なんていうのかな、評価そのものじゃないですか。で、子ども福祉のしんどい子どもらを扱う人らに対して国がお金払わへんって言うたら、ああ私らのことどうでもええと思ったはんやな、そう思ってしまうじゃないですか。それがこの20年でどんどん絆っていきました。私らは誇り高き専門職です。技術も経験も積んできました。給料だけが積まれませんでした。なんでやねん、どんどん悲しくなっていくじゃないですか。で、ちゃんと現場で働きたい、ほなどうしたらええんか、ごめんやけどもうちょっとお金くれます、誰に言うたらいいの、これ誰の話よってなった時に、あ、政治か、それまで政治は遠かったです、でも私の給料の話で、しんどい子供が増えてるっていうことを誰が気にしてるんかっていう話が政治の話やっていうのが分かって、口出さなしゃあない、私ら食べていかれへん、もっとちゃんと仕事したい、そう思って政治に口出すようになりました。で、そんな中でも共産党が一番普通でまともなことをずーっと言ってるように私には見えました。だから共産党を応援してきました。選挙って私やっぱり大好きです。なんでか、好きな人のこといっぱい喋れてねえ、で、あわよくば当選なんかしようもんならねえ、同じもん見てきた人が自分と同じ意見を国会で言うてくれる、最高じゃないですか。倉林さんなんかもそうやってもいつもありがとうございます頑張ってくれてはりますけども、
それでね、まあ、そうやってねずっと共産党のことを応援していこうみたいな軽い感じやったんですよ。ところが私ね、あの今までの自分の仕事もそうやったんですけど、信頼できる人からの新しいジャンルの仕事、これ私がやるんですかっていうような仕事でも、信頼できる人からお声掛けいただいたら寮で決めるって決めとったんですね。やります。こんなこと決めんといてよかったんかもしれませんね。ある日京都の共産党の偉いっぽい人から、そろそろどうやります言うてしまったんです。で、言うといてから家帰って、あれなんか偉いこと言うたんちゃうの、一体私に何ができんのっていうことを悩み始めました。順番逆なんですけどね、まあ、実際そうやったからしょうがない。で、これまで私が一体何をやってきたのかということを考えました。いろんな人に会うた、いろんな話を聞かせてもらった、それで人と人をつなぐ場を作る、そんなことばっかりやってきました。あれ？これもしかして使えるんちゃう？私やからこそ聞ける話があって、私やからこそ作れる場所があって、みんなと一緒に考えることができる、これって政治ちゃうの、っていうことに、まあ、だんだんなんとなく納得がいってきたような、いかへんような、そんな感じです。今だからね、今日は皆さんに私選挙とか出ちゃいますって言いに来ただけじゃなくて、お願いに来ました。何をお願いするか、皆さんの聞いてきはった話私に教えてください。皆さんの見てきはったもの私に見せてください。それで一緒に考える時間をください。何を、この国の、この京都山科の未来のことを一緒に考える時間をください。それをお願いしてきました。この町は私らの町です。この国は私らの国です。一緒に考えませんか、未来のこと、政治のこと、それをお願いしたいと思います。これからここで活動させてもらいます。皆さん、たくさんの人に会わせてください。どうぞよろしくお願いします。あなたしかたでした。